光が遠くても君と寝ては届く。
じゃあね、はい、好きな食べ物はうどんとたこ焼き、はい、美味しいね、こんなもんやな、どっちも本当やん、じゃあ次、リオちゃん、なんか一つ目ですね、はい、リオちゃんからは、うん、じゃ あ好きなキャラクター、どうぞ。ミクから、あ、うん、ミクちゃんから、サンリオが好きで、マイメロがずっと好きです。小さい頃、幼稚園ぐらいからずっとマイメロが好きで、マイメロ子さんやと、いいね、マイメロ子さん、最近ちょっとね、キティちゃんに浮気してます。あ、やっぱりね、靴下がこの間キティちゃんだと。そう、今日も靴下キティちゃん、今日のみたい、やっぱキティちゃんにちょっとお芝居しつつある、ね、じゃあひよちゃん、はい、私はサンリオだったら、そうですね、あの浮気相手のキティちゃんが、そうまさかの、そうですね、浮気相手のキティちゃんと、ちょっと浮気相手だったので、ひよりちゃんぴったりやん、あのカラー的に、そうなんですよ、やばいやばい、でもあのずっと好きなのはミッフィーが好きです、はい、可愛いね、じゃあ最後にもう一つだけね、質問あるから、はい、自分を動物に例えると何ですかっていう、ね、ちょっと質問してみる。自分を動物に例えると、ミクちゃんは、ミクは結構みんなから気まぐれとかマイペースとか、もうね、言われるから、うん、リオちゃんと被っちゃうんですけど、猫、猫っぽいかな、よく言われるから、猫っぽい、わかるわかる、認めます認めますヒヨちゃんは、私あんまり動物になんか例えられることなくて、え、な、逆に何と思う、何が、犬じゃん、犬っぽい、犬だっていつも元気やから、そうね、立て回ってる感じ、そうそうそう、ずっとね、なんかワンワンしてるよね、ずっとワン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 だし、ワンワンでずっとしてることない、犬と猫でね、犬と猫でも実際話すとさ、全然なんか犬っぽくないかもしれんし、猫っぽくないかもしれんし、確かにね、違うかもしれんからさ、そう、みんな多分まだね、もっともっといっぱい知りたいことたくさんあると思うので、今日からね、どんどん新しく2人のね、一面も発見していってもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあここからは後半戦に行きますが、皆さん盛り上がっていきますか。まだ足りんね、ひよちゃん盛り上げちゃって、アナマリアのこと大好きな人を声出して、ありがとう、やばい、最高。それでは聞いてください、パズル。Thank you.
You can't.